こんにちは。仏壇事 .com の高安です。沖縄の仏壇事やひぬかん事をできるだけわかりやすく解説しています。沖縄の年中行事をやりたいけど、誰も教えてくれる人がいない。やってはいるけど、これでいいのといつも不安になっているという人向けのチャンネルです。どうやるのかだけではなく、なぜそうするのかという道理も一緒に伝えることで、よりわかりやすく理解が深まることを心がけています。今日のテーマは、ウフトシビーの仏壇編です。 今日の動画を見ると仏壇にどうやってウフトシビのお供えをするかということがしっかりわかるようになります。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。えっ、ー、とこんな感じでえっ、ー、と仏壇にうちはウブクこっちにもあるので赤いウブクを2つとここにお供え物茶わきってやつですねをお供えしてあります。でろうそくに火をつけてえっ、ー、と茶わきのお箸を2つ置いてあって三枚肉5つえっ、ー、と赤かまぼこ5つ 昆布5つを置いてあります。で、12本に線香をつけて、線香に火つけてですね。よいしょ。こんな感じで火をつけて、真ん中に立てて、えっ、ー、と、お通しと、このウフテシビーの報告をします。えっ、ー、と、まずは旧暦を行って、新暦を言います。 でえー、とこっちの住所行って、でえー、とこのウフトシビ、主人公ですね、主人公の住んでいる住所と、えー、とこの族柄とかっていうのをあのお話しします。で、このうちの場合は、 えっと、ヒヌカ編でもお話ししましたけど、夫の姉が丑年で、えっ、ー、と、夫の姉は別で住んでるんですけど、独身なので。こちらのヒヌカと仏壇でうふとしびをします。で、えっ、ー、と、ふとしびの時は、あの。この。 昼間にう茶の句やって打ち消しして「う茶の句やる」って書いてあるあのものもあるんですけどう茶の句でもいいと思うんですけど私はどっちかというとうぶくの方がしっくりくるなと思ってるので赤うぶく2つでやってます。でこの12本で先行お供えしてもうあとは終わりなんですけど床の間がある方は床の間があって航路がある方床の間の航路にも12本で、えー、とお酒とお水とかきれいに新しくして。 あの、それで、ウフトシビの報告をしてください。で、仏壇に関しては、あの、お茶は、温かいお茶を入れて、お水とお酒は全部変えて、茶揚げのお水をきれいにしてあります。で、こんな感じで、ウフトシビ終わりです。ちょっと動かしてみますね。こんな感じで、お供え物をしていて、で、こんな感じで、うずくが2つ置かれてます。で、12本の線香を、 これででやって、えー、と終わりですねあとはもう線香が燃えたらあのお下げしますって言ってろうそくも消してあのお供え物をお下げしてご飯もうぶくもお下げして終わりっていうとてもシンプルなものになりますあのそんなに難しくはないんですけどこの料理ね準備するのとかっていうのが大変っていう人もいらっしゃるとは思うんですけど 一番自分が作った方が美味しいではあるんですけど、どうしても時間がないっていう方は、この時期、あの、このお供えセットっていうのを結構スーパーとかでも売ってるので、それをお供えしてもいいと思います。はい。今日はここまでです。ウフトゥシビーの仏壇のやり方をお話ししました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。